ジャニーズで演技が下手と言われているのは誰なのか。10代80代への2000人にアンケートした結果を寄せられた意見と一緒にランキング形式でまとめました。それでは早速見ていきましょう。28位は亀梨和也。最近出演されている映画事故物件においてリアクションや演技にリアキを感じなかったために、日本映画としての恐怖を感じることがなく、ホラー映画なのにエンタメ作品のようになってしまっていた。また他の作品でもあまり演技力の幅を感じないと思ったため。27位は宮田俊也。主人公の友人の刑事役という重要な役柄にもかかわらず、役ではなく喋り方から何から本人の性格や人柄が見え隠れする感じが、物語に集中できないと感じる。役になりきれていない感じ。役者を本業にされている方はもちろん、演技が上手いと感じるのはその演じている本人と全く別の人に見えることが重要なのではと思う。26位は二宮和也。たくさんのドラマに出演されていますが、失礼ながらキャラクターになりきっているよりも二宮和也さん本人という感じがいつも拭いきれないように感じます。演じているより二宮さんに近いキャラクターを無理なくこなしているというように感じます。25位は高木優也。昔見た不良役のひどい演技の印象しかない。棒読みがすごくて、周りの若手の役者さんに全く馴染んでいなく浮いていた。それ以来演技をしているところを全く見かけていないので、そう感じたのは自分だけじゃなかったんだなと思った。24位は国分太一。ジャニーズの中で年齢を重ねているベテランの枠だと思いますが、これまでドラマや演劇方面の活躍はちょっとと思っている。バラエティや番組 MC という印象が強く、ロケをされている番組もありますので、演じるというよりは自然の形なのかなという印象を受けます。23位は堂本剛。堂本剛に関しては、人間失格、例えば僕が死んだら、近代一少年の事件簿シリーズで注目していたが、あるお笑い芸人に心酔し、話し方やスタンスを完全にトレースし始めた。その段階で俳優堂本剛というイメージは私にはなくなった。22位は山田涼介。小さい頃から平成ジャンプで活躍されていて、周りの小学校でも山田涼介さんはとても人気でしたが、その当時のドラマを見る限り別に特に演技力もなく、地元の小学校でチヤホヤされている、ただカッコつけてるだけの印象だったため、演技力はないなと思いました。21位は城島茂。自分の言葉で喋ることが得意で、演技のような元を隠すようなことは苦手なように思います。自分に似たキャラクターなら演じていて違和感はありませんが、違うキャラクターを作り込んでいくことは苦手なように思います。20位は大倉忠義。映画キューソはチーズの夢を見るは大変面白かったですが、演技が上手かったかと言われれば正直疑問です。若干棒読み気味なのかもしれません。それとやはりアイドルゆえに俳優になりきれないのかもしれません。共演した成田凌の雰囲気に飲まれていました。19位は大野聡。怪物くんや24時間テレビドラマなどを視聴していたが、演技が大野くんにしか見えない。つかみどころのないところ、癖のある役どころはうまく表現していると思うが、同じように見える時がある。コメディ感のある演技は良いと思います。18位は中間淳太。かなり下手というわけではないですが、ごく線で見た時に表情や声の大きさなど細かな部分の演技が少し大げさに見えて違和感を感じる部分がありました。もう少しナチュラルな演技になると自然体でいいと思いました。17位は中山優馬。以前野球のドラマで主演を演じられていましたが、それ以降ドラマや映画で見なくなりました。そのドラマ自体は感動したのですが、中山さんの演技には疑問符がつきました。セリフも棒読みで、キャッチャー役の方との温度差が大きかったような気がしたのを覚えています。16位は中島健人。以前泥系というドラマで他の俳優女優陣全員の演技が超絶うまかったので、中島健人さんの演技の下手さが際立っていて笑ってしまった。逆にそれが狙いのドラマなのかなとも思えたのですが、あの演技の下手さであまり入り込めませんでした。でも面白かったです。15位は塚田僚一。正直演技をしているところをほとんど見たことがないので何とも言い難いのですが、
彼が演技をするイメージよりもバラエティの元気なキャラクターのイメージが強すぎるので役に入り込むことが見る側として少し難しく感じました。14位は横山優。表情が乏しいせいかなかなか演じているキャラクターの感情が伝わってきませんでした。セリフも棒読みに近くてまるで学芸会の出し物を見ているようでした。ぎこちない演技のせいでドラマに感情移入ができなかったです。13位は伊能圭。キャラクターが強すぎてあまり役の情報が入ってこない。しかもいろいろなスキャンダル情報などもありイメージが良くない。演技もどこか子供っぽいし使われるシーンが限られる俳優さんではないかと思われます。12位は玉森裕太。目に光がないのがいつも気になります。見た目で良い役柄をもらっているようですが実質演技はそんなに上手に見えないし作っているのがなんとなく伝わってしまうのが残念です。恋愛ものでも相手役が自分の好みじゃない女優だと反応が違う気がします。11位は平野翔。一生懸命でいつも頑張っているのがすごく好きで応援してますが今後の期待を込めてという意味で選びました。逆によくテレビに出てる人以外で選ばなかった人は演技を見たことがない人がほとんどなので平野くんが特別に上手くないとは思いません。10位は桜井翔。桜井くんは演技が下手なんだと思います。セリフに力も入ってなければ感情が言葉にも顔にも出せていないというか見ていても何も伝わってこないのが印象的です。なので番宣で見たいなと思う作品でも桜井くんが主演ならいいやとやめてしまうことが多いことです。9位は浜田貴博。浜田くんはジャニーズ WEST といういい意味でも悪い意味でもジャニーズらしくないグループに属している。そのため私たちのような一般の視聴者が演技を見てもどうしてもそのような印象が強く残ってしまうことが原因だと思う。8位は大橋和也。この人に限らず嵐から下のグループからは時代の影響もあるのかあまり逸材を感じない。事務所の力で何とかしてもらっている感じがして何も磨き抜かれて花開いてない。正直邪魔だから無名の上手い演技ができる俳優などたくさんいるのでに道を譲ってほしいです。バラエティ色が強いせいか演技っていうより本人そのままなキャラクターのような作品が多いせいか演技してるという風にはあまり思いません。まだ若いのでこれから自分に合った役柄の作品に出会うのでしょう。7位は松岡昌宏。松岡昌宏さんはここ数年松岡色が強くなったように思います。熱血なところが魅力ではありますがどの役をやっても松岡昌宏が強すぎるというか見ていてもいまいちそのドラマに入り込めないので松岡昌宏さんを選びました。ファンではないので出演されている作品をたくさん見てはいないので申し訳ないのですが演技がややオーバー気味な感じがして自然ではないため作品の世界に入りづらくどの役をやっていても TOKIO の松岡くんを感じてしまうからです。6位は道枝駿佑。母になるを見た時の演技の衝撃は今でも忘れられません。苦笑。沢尻エリカさんと小池栄子さんという私的に大好きな女優さんのドラマだっただけに残念でした。一気に冷めてしまうほど棒読みというか素人ながらにどうしたと思ってしまいました。何度もドラマに出演しているのを見かけたし映画も見たことがあるがどの役も全て同じのように見えるから顔やスタイルの良さによる爽やかさはあるがこれだけ様々な作品に出演している割に演技の上達も感じられない。5位は加藤シゲアキ。作品を書いているので期待をしすぎてしまっているところもあるのかもしれませんが演技になっても加藤くんそのままの雰囲気が出てしまい作品に入り込めないところがあります。迫力や表現力がもっとあると彼の魅力が上がってくるのではないかと思います。棒読みの演技だし人を引きつける魅力みたいなものはないと思う。主役よりは脇役タイプ。主役をやると周りの役者さんにペースを飲まれちゃうところがあるのでやっぱりあんまり演技が得意ではないんだと思いました。悪い印象はないんですけど強いて言えば滑舌が少し悪いような感情を乗せすぎで力みすぎかと強く訴えたい気持ちもわかるんですが自然ではなくセリフを言わされてる感じで表情も固く伝わりにくいなと思いました。4位は村上信五。演じるというジャンルよりも司会業の方が好きそうな雰囲気がにじみ出ているイメージがあります。演技している感が強く感じられ患者にの村上くんとしか入ってこないです。
適材適所で言うところで俳優ではないと思いました。彼の出演作をあまり見たことはありませんが、ハクション大魔王でしたっけ？その印象がとても強く、彼の演技をうまいと思ったことはありません。おそらく普段の関西弁のイメージが強いということも影響をしていると思います。あまり演技をしている姿を見たことがないし、ハクション大魔王の実写ドラマを少し見たが上手だとは思わなかったから、演技に力を入れておらず、どちらかというとバラエティや司会業に力を入れているように見えたので選びました。3位は松本潤。軽薄に見えてしまう。現実感が薄く、こんな人いないだろうと、現実には存在してる方ですが、リアリティに欠ける。かっこつけすぎており、しらけてしまうので、あまり共感ができない。見ているだけならいいのですが、演技として見ると、もうちょっとといった感じです。演技が下手というか、ビジュアル負けしていると思います。あまりにもハンサムなビジュアルで演技の内容が、いつも同じイケメンの役しかできていないと思えます。特に悪いわけではありませんが、幅のない俳優になってしまっていると思えます。二宮和也とは対照的に役を演じている時に、どうしても松本潤というキャラクターがちらついてしまう。花より団子の道明寺役は適任だったとは思うが、それは道明寺と普段の松本潤にどこか性格など、共通点があったらか、ハマったように見えたのだと思う。彼の主演のドラマは、ほとんど見てきました。若い時から現代にかけて、正直あまり進歩していないなぁと思っています。表現力に欠けてしまっているのです。おそらく彼自身も苦戦している課題ではないのかなと、個人的に感じています。日本が誇るアイドルの鏡なので、これからの松本さんに期待です。恋愛ドラマへの出演が多いイメージがありますが、松本潤感が抜けきれず、役をしている松本潤。という感じで見てしまいます。大根役者というほどではないですが、演技が上手い方と比較すると、ややジャニーズ感が否めないように思います。2位は木村拓哉。これは主観がかなり強いです。何よりも昔から見ているので、完成度は高い演技ができてはおります。しかしその一方、ほとんどが同じ役に見えてしまいます。キャラが固定されているんですかね？全く異質な演技を見てみたいです。作品によって演技が同じように思えます。お名前が先行してドラマの内容よりブランドが先を行く感じがします。人としてとても魅力的であり嫌いなわけではございませんが、あくまでも演技に関して同じように思える作品が多いかなと感じました。芸能界に長くいらっしゃるからそう感じるのかもしれませんが、まあ何をしても木村拓哉と言われるのがよくわかりますね。よく言えばそれだけ個性が強いので芸能人としてはスターと言えるんじゃないでしょうか。昔で言えば郷ひろみみたいな感じで、ただ役者としては評価しないです。世間で言うほど演技上手じゃないと思いますよ。世間が言ってるのかマスコミが言わされているのかわからないけど。1位は相葉雅紀。バラエティなどで明るいキャラクターが浸透しすぎてシリアスな演技をしていてもなんか入ってこない感じがします。明るい役はとても合ってると思いますが、年を重ねていくにつれ、役者としては難しそうだなぁと思います。良い意味でも悪い意味でも、相葉くんらしさが出ていて、その役というよりも相葉くん、としか見れない時がたまにあります。優しい人柄の役だったら良いのですが、怖い迫力のある演技は今一つかなと思います。申し訳ないのですが、何かのテレビ番組ドラマか、わかりませんがを見ていた時に、あんまりにも演技が見るに耐えないので、テレビのチャンネルを変えてしまった記憶があります。自分が思うにバラエティ向けの方なんだなぁと、勝手に思っています。性格的にとても素直でいい人だし、決して嫌いではないのですが、演技という面からすると、うまいとは言えないと感じます。彼の演技からすると、かなり役を選んでしまう気がします。あまり普通じゃないキャラクターは難しいかもしれません。嵐としての相葉くんは、愛嬌もあり、愛情深く愛されるキャラだなと思います。ただ、ドラマとなると、そこまで数を多くこなされてる印象もなく、主演のドラマを見ても、その役を演じているというよりも、ただ、相葉くんを見ているという感じがして、演技が上手いとまでは思えないなと感じています。以上のような結果になりました。皆さんのご意見もコメントでお待ちしています。こういうアンケートもしてほしいという希望があれば、ぜひお寄せください。チャンネル登録・高評価いただけると、動画作成頑張れます。よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。